日本はいつからこんなことになってしまったんでしょうか。ソフトクリームを飲むだなんて。はい、ということで皆さん、冒頭でもお話ししたようにソフトクリームを飲むようになっちゃったんです。どういうことと思うでしょ。それがこちらです。ソフトクリーム飲めちゃいました。このような商品が売っていたんです。のんびり牛さん日記。ソフトクリームあるよ、とっても甘いよ、ソフトクリーム飲めちゃいましただよーん。じゃねえよ。それで甘いソフトクリーム、こちらね。うん、匂いは言うほど甘い感じの匂いがしないぞ。うん、甘いんだろうか。ソフトクリーム言うてるぐらいだからな。サラッサラだね。サラッサラの。いただきます。いや、牛乳と変わらん感じがするけどな。どうなんだろうか、こちら。うん、甘っ。甘いわ。ソフトクリーム飲んでるみたいだわ。甘いけど好きよ。ミルキーみたいな感じで甘いけどね。とりあえず口もっとフキフキしとくわ。はい、ということでですね、今回こちらのソフトクリーム飲めちゃいましたですが、非常に甘くてソフトクリームのような味がしておりました。以上でございます。終わらない、まだ終わらない、短いから。はい、何をしたいかというと、こちらソフトクリームのような飲み物ということで、こちらを凍らせることによってまたソフトクリームができるのではないかと思い、やってみます。さあ、それではまたですね、こちら蓋を開けてこちらのコップに移しておきます。さあ、こちらをじゃあ凍らせることで確実にソフトクリームができるはずです。しばしお待ちを。出来上がったよー。はい、ということでこちらソフトクリーム飲めちゃいましたを凍らしてきました。味の比較をするために本当のソフトクリームも食べてみましょう。はい、こちらの味わいソフト、普通のまあソフトクリームですね。いただきます。うん、うん、うま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 しだわ、うま。続いてこちらソフトクリーム飲めちゃいました。はい、予想通りクソ硬いです。ギリ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 と切りながら切りながら食べる。あーない、あー切れないよ、切れないよ、なんで勝てるよ。まあとりあえずこれぐらい削り出すことができました。いただきます。おお、ソフトクリームじゃないとも言い切れない。いや、薄い、めっちゃ薄い、全然味がない。もう飲んでた時はあんなに甘かったのにめちゃめちゃ薄い。なんかこれ分離してんのかな。甘み成分があるところがどこかにあるんだろうか。うん、あ、限りなく薄い。ちょっとまとめて食べてみたらいいかな、これぐらいね。やっぱり薄い。ということで結論だ。ソフトクリーム飲めちゃいましたは、飲むだけにしといた方がいい。凍らせて食べようと思うんだったら、普通にソフトクリームを買ったらいい。いただきます。いや、牛乳と変わらん感じがするけどな。どうなんだろうか、こちら。うん。甘っ。甘いわ。ソフトクリーム飲んでるみたいだわ。甘い。